順番が逆になったが、まあこれが戦術チャクラか。なんだこの程度の力か。さあ次はお前らをいただくぞ、畜生ども。ここにいるのは、ここから離れろ。いい術だ。今だ、仕掛ける。貴様の車体と樹印模様を使った体操封印だ。もう二度と空気に触れることはねえぜ。スサノオか。すぐに首輪をかけてやる。させっかよ。てめえに尻尾振るやつはいねえよ。おう重ねろ。惜しかったな、クソダネキ。偉そうに命令しやがってバカギツネが。しつけえやつだ。よっしゃ、もう一息。ああ、行くぞナルト。遅くなりました、マダラ様。持っているな。もちろんですよ。これで少しは楽しくなるか。俺の体だ。どうしたクラマ。かつてわしを口寄せしたおぞましい血だ。ふん、お前らしくもねえな。口寄せの術。これで戦おうというのか。カウイ、やったかい。どうやら失敗したようです。右腕をもがれたか。向こうにもまだいい目を持った奴がいるようだな。あとはぶち込んでいくだけだ。江戸天聖の偽物リンネガンでもあれを口寄せできんのかよ。どうやって生き返った。なら、オビト。え、オビト、リンネガンをマダラの手に渡すまいと。この左目は長門に渡り、お前のようなものが持っていていい代物ではない。右目は白舌がとっくに見つけていた。死に損ないの用済みが一俺から離れろ。俺が死んでからリンネガンを取ればいいだろう。リンネガンを取る前に俺は暁の情報収集屋だったのを忘れたか。左目はもう少しかかりそうだな。ペットを連れ戻すのに何年もかかったガキと一緒にするな。柱間の治癒の力があると分かって。こっちから行くってばよ。待て、奴の出方が分からん。もう少し丁寧にリンネガン本来の力を使え。数秒だ、よく見ておけ。リンボ天国。何かしてくるかも。なんだ、何が起きた。なるほど、急に美獣たちが吹っ飛んだぞ。ダラの術なのか。少しはおとなしくな。これでやっと首輪をかける。何か来るぞ。まずは八尾と九尾を人中力から引き剥がす。くそ、このクラマモードを解けば。ダメだ、クラマが俺の中へ戻んねえ。人中力から引き剥がす美獣が。クラマを取られてたまるか。まずは
こいつからだ。砂漠ハンド、カラ負けんなよ。砂のガキめ、人中力で死ぬわけでもないのに邪魔しやがって。俺様のもと分かっている。俺は人中力ではなくなった。お前と対等で夜更かしできる。文福に似てるな。頼みがある。よし、わかったな。ナルト、近く。頼んだぞ、風影のガキ。全て吸い取られちまった。まあ今の力ではこんなところか。数秒じゃなかったですね。向こうの戦闘は大丈夫だろうな。飛来神技、もらった。今のうちに。ナルト、お前を絶対死なせはしない。死なせるか。相手が勝利を確信したタイミング、そこを狙うのがお前の常だった。お互いにな。だが天が味方したのは俺の方だ。お前ら兄弟がかつての力を出し切れないのには理由がある。そして新しい芽も育つ。こちら側につくかはわからん。待て、宇治派の少年、お前に術を渡す。その戦術チャクラに呼応して奴を縛る術だ。江戸天聖ならすぐに元に戻る。なんならその背中のもの引き抜いてやる。それにお前はこの杭に触れない方がいい。お前に俺の残りのチャクラ全てを渡す。マダラを止めてくれ。なぜ宇治派の俺に。お前は似ている、マダラの弟宇治派イズナに。それがどうした。奴を止めるのに何の関係がある。マダラは元来優しい男だ。だからこそお前に助かるチャンスを与えた。イズナを殺めた男だ。動く死体にいくらやっても虚しいだけだが、わしらの時代はとうに終わっている。だがこの世界は失敗した前任者柱間のものだ。無限つくよみとやらはお前の考えか。そうだ、柱間の国づくりは矛盾を抱えていた。その二つを持ち得ているのが人。そしてその二つは隣り合わせにある。何かを守るためには何かを犠牲にしてしまう。夢じゃない。今だ。この世界、いわば柱間の矛盾した世界だ。これは何だ。何かを守るためには、これ以上次の我が子であろうと。時間は十分に残念だ。マダラ、貴様というやつは。術が発動しない。こんな輩に足止めされるとは。五つの属性すべてを一度に。どれに対応すればいい。分かっておる。あるね、一度に同じ術出して相殺させちゃう。三代目様なめんなってんだ。江戸天聖の三代目しか対応できなくなってるってことだ。マダラに向かうところじゃない。もう医療忍術は使えないと考えて戦った方がいい。だがここへ来て立て直す時間はない。マダラはナルトの小僧に託すしか。今がチャンスですよ、オロチマル様。まだよ、この敵。そんな。しっやっぱり早めにやった方が良さそう。なんだ、イナ。ナルト、あそこか。ナルト、おかげ、お前も一緒に来い。道中ナルトを少しでも回復するんだ。サクラを連れて行け。サクラならまだ少しは。
いいから来い。グズグズするな。説明は後だ。なんたることじゃぜ。ナルト君がいるの。お前、白眼があんだろうが。ナルト君の心臓の鼓動がどんどん弱く。ナルト君。ネジ兄さん、ナルト君を守ってください。それは絶対のルールだからね。その目を持っているという己自身を失う本当の終わりというやつ。死ねるか。命の生きた意味をこんなところで。しっかりして負けないで。私のチャクラがもう。